ジュンベル・パティア・シュビリは、ジョージアの政治家。1985年から1989年にかけて、グルジア・ SSR で共産党指導者を務めた。カヘティ州、ラゴデヒニテ誕生。トビリシ農業研究所を卒業。1966年からコムソモールで働き、その後共産党に入党。パティア・シュビリは、平凡な政党支持者の一人でしかなかったが、 1985年に、エドアルド・シェワルナゼの公認として、グルジア共産党第一初期に就任した。パティア・シュビリの指導のもと、シェワルナゼの影響力は小さくなり、政策の刷新が実施された。パティア・シュビリは、シェワルナゼ政権でようとなっていた交換を排除した。しかしながら、多くの中堅層に関しては引き続き政権に残った、ことから、 派閥組織に深刻なダメージを与えることはできなかった。彼は野党グループを分離したため地下組織に潜った改革派のリーダーとの対立を余儀なくされた。1988年の末までジョージアの国民運動はより活発になっていった。いわゆる非公式な政治団体が組織され、G 運動やハンガーストライキが行われた。 1989年4月9日、ソビエトの軍事部隊は、反ソビエトを掲げた、ジョージアのデモ隊を残忍な方法によって追い払った。この4月9日の悲劇の後、ジョージアの民族解放運動は、急進的になった。統制は、地元の共産党指導部に任され、パティアシュビリはその任を解かれた。彼の後任には、KGB の元幹部、ギビ・グンバリゼがついた。 パティアシュビリは1992年から1995年までジョージア国会議員を務めた。パティアシュビリは1999年の国会議員選挙前に国政へ復帰。彼は政党エルトバを結成し、アジャリア自治、共和国最高会議議長権限主アスランアバシゼ、率いる再生民主同盟に続く野党連合に参加。彼は ジョージア国会議員に当選した。その後、パティアシュビリは、アバシゼから離れたが、エドアルドシェワルナゼ政権の対立陣営には残った。彼の政党は2003年11月のバラ革命を導いた反政府デモに参加した。2004年、パティアシュビリは、ゴリチ区ク議会の議員に選出された。2008年、パティアシュビリは、国会議員選挙に、右派同盟。 トパゼ産業主義者の候補として、ごリ選挙区から立候補した。ありがとうございます。